セオドア・フルトン、テッド・スティーブンスは、アメリカ合衆国の政治家、元上院議員。1923年11月18日に、インディアナ州インディアナポリスの父方の祖父が建てた、小さなコテージで、ジョージ・エース・ティーブンスとガード・ルード夫妻の間に4人兄弟の3番目として、生まれた。一家は、シカゴに転居した。当時父親は会計士であったが、 1929年の大教皇で失業し、スティーブンスが6歳の時に両親は離婚した。スティーブンスと3人の兄弟は父方の祖父母と共に暮らすため父親と共にインディアナポリスに戻ったが、父親が顔病に罹患し数年のうちに失明した。スティーブンスの母親はカリフォルニア州に転居し、兄弟を養ったが、スティーブンスはインディアナポリスに泊まって、 父親と一家と同居していた精神障害を持ついとこのパトリシアーカーを手助けした。家計を支える唯一の大人はスティーブンスの祖父であった。スティーブンスは新聞販売を行って一家を養うのを手伝った。彼は後年1932年3月1日の新聞見出しがリンドバーグ誘拐であったことを覚えていると語った。 1934年、スティーブンスの祖父は階段から落下して肺に穴が開き肺炎のため死亡した。父親のジョージは1957年に肺がんのためオクラホマ州タルサで死去した。スティーブンスといとこのパトリシアはパトリシアの母親グラディス・スウィンデルズと同居するためにカリフォルニア州マンハッタンビーチに移った。スティーブンスはレドンドユニオン高校に通い、 学内新聞の活動に加わり、演劇活動も行った。スティーブンスはまた学校の前後に働いていたが、友人のラッセル・グリーンとサーフィンを行う余裕もあった。グリーンは、スティーブンスの生涯を通じての親友であった。1942年に高校を卒業すると、スティーブンスは、オレゴン州立大学に進学し工学を学んだ。第二次世界大戦が拡大し、 スティーブンスは海軍に入隊して飛行士になることを希望したが、視力検査の結果不合格となる。岩海から視力矯正の訓練を処方され、1943年にモンタナ州立大学で陸軍航空大使官候補正試験に合格した。飛行訓練の適正検査を上位で通過し、スティーブンスはカリフォルニア州サンターナで飛行前訓練を受け、 1944年に飛行士となる。スティーブンスは1944年から46年まで第14空軍輸送部隊でフライングタイガースの支援業務に従事した。彼は同僚の飛行士と共に C-46 や C-47 を操縦し、しばしば護衛機なしでも飛行した。敵の背後を飛行した功績で主君飛行十字章、航空メダルを 受賞、国民政府からは、雲木勲章を受賞した。彼は1946年3月に、陸軍航空隊を退役した。第108議会及び、第109議会において2003年1月3日から2007年1月3日までの間上院仮議長を務めた。スティーブンスの上院の在任期間は、共和党の上院議員としては、最長で、 全体においても7番目の長さであった。スティーブンスは、その在任期間の10日を除くすべての間、アラスカ州の専任上院議員であった。スティーブンスが上院仮議長の座をロバート・バードに引き渡した際、バードのついていた名誉職である名誉仮議長を引き継いだ。バードとその前のサーモンドに続く3人目にして最後の名誉仮議長であった。 2010年8月9日、スティーブンスは元ナサ長官、ショーンオキーフを含む他の7人の乗客と共に、プライベートのフィッシングロッジに向かう途中、アラスカ州ディリンハムの約17マイル北方で航空機事故により死亡した。スティーブンスの友人、デーブ・ディットマンは、最初に、スティーブンスが事故死したと報告したが、後に、それは確認されていませんとの声明をリリースした。 あとに、事故死は、家族からの声明で確認された。伝えられるところによると、一行は、アンカレッジを拠点とする G 死者所有の単発機、DHC-3 ウッターに登場していたという。スティーブンスの死が確認されると、アラスカ州及び、全国の世界人、そして多くのアラスカ人が、アンクルテッドの功績を称えた。リーサ・マーカウスキー上院議員は、 彼の生涯のすべては、第二次世界大戦の飛行士から、上院議員までの40年間、公共への奉仕に捧げられた。彼は本当に、偉大な、偉大な世代だったと語った。マーク・ベーゲッチ上院議員は、上院での40年に及ぶ公共への奉仕で、スティーブンス上院議員は、我々のアラスカ州が、州昇覚後、 朝鮮的な変革を援助した力強い首相者だったと語った。ジョージ・ H.W. ブッシュ元大統領は、テッド・スティーブンスは上院を愛していた。彼はアラスカを愛した。彼は家族を愛していた。そして彼がいなくなることはとても寂しいだろうという声明をリリースした。数百人もの人々が2010年8月16日にアン・カレッジの 聖家族大聖堂で行われた追悼ミサに集まった。火曜日、オールセインズ聖公会協会に遺体が安置され、人々は追悼の意を表した。水曜日にアンカレッジバプテスト寺院において葬儀が行われ、約3000名が出席した。参列者には、ジョセフ・バイデン副大統領、前アラスカ州知事サラペーリン、現知事のショーン・パーネル、その他3名の元知事、 11名の上院議員、9名の元上院議員、2名の下院議員、多くの連邦及び州公館、軍人及び海外からの要人が含まれた。遺体は9月28日にアーリントン国立墓地に埋葬された。ありがとうございます。